ドアに関しては引っかかりがあったりとかガタつきがあると外れやすくなっていてドアごと倒れてきて下敷きになったりとかあとはこういったガラスの部分が割れてしまってそれによって怪我をするという危険性があります日常の点検では児童生徒などが危険な使い方をしていないか注意をしておくことが必要です教員の皆さんが日頃のドアの開け閉めの中で開けにくい閉めにくいなどの気づきを改善に生かしていくことも 大きな事故を防ぐ重要なポイントです定期の点検ではドアの開閉に異常がないか縦にガタつきがないかを触って確認します異常が確認された際学校での対応が難しい場合には危険箇所を使用禁止にするなどの対処を行い児童生徒などに注意を促すとともに学校設置者と相談しましょう